ジョゼフラン・ベール・マサールは、ベルギーのバイオリニスト。マサールは、体系的ビブラートの創始者として位置づけられており、ロドルフ・クレゼールから受けた教えをもとに、クレゼールの練習曲集における、機能芸術と題して412の運指法と、運弓法を記した保を編纂した。また、弦楽四重奏の奏者としても引いてていた、彼は、多くの優れた、室内楽演奏会を催しており、 1843年5月23日には、フランツリストとベートーベンのクロイツェルソナタの演奏で共演している。マサールはリエージュに生まれた。彼に最初の音楽教育を授けたのは父のジョゼフ・マリーで、その後ガイアールの門弟だった父の兄のジャンジョゼフからも手ほどきを受けた。叔父が死去したことに伴い彼が教えを受けることになったアンブロワーズ・デラブーは、 マサールがパリ音楽院に通うための奨学金をリエージュの地元当局から獲得したが、マサールがフランス国籍を持たなかったためにルイジ・ケルビーには彼の入学を許可しなかった。その後、マサールはロドルフ・クレゼールとその弟のオーギュスト・クレゼールの相弟子として被護を受けることになる。オーギュストはロドルフの死後後を継いで音楽院の教授に就任した人物である。 オランダ国王ウィレム一席の後押しがあったにも、かかわらず、外国籍のマサールがパリ音楽院に入学を許されたのは1829年になってからであった。その後、1843年に音楽院でバイオリンの教授に任用された。彼は、以降47年間にわたって教職を務めた。彼の文下からは、フリッツ・クライスラー、ウジェーヌ・イザイ、レオン・レニエ、 ヘンリック・ビエニアフスキ、アルフレド・セブ、チャールズ・マーティン・レフラー、マルタン・ピエール・マルシックなどが排出している。マサールはパリに没した。出展。ありがとうございます。